青木陸は山形県天童市出身の元プロ野球選手、宇と右内ち。小学校4年生の時に生成、ファイヤードラゴンズにて野球を始め、中学時代にはボーイズリーグに所属する仙台ボーイズに所属した。山形中央高校進学後、1年生春季からベンチ入りを果たし、秋から三類手としてレギュラーとなった。2年生の夏には、 第96回全国高等学校野球選手権大会に出場、チームは3回戦まで進出し、青木は本塁打も記録した。秋には保守に転校、3年生の夏は山形大会準決勝で敗退し、連続の出場はならなかったが、高校通算46本の本塁打を記録した。2015年10月22日に行われた。 ドラフト会議で広島東洋カープから内野手として7位指名を受け、11月5日に契約金2000万円、年俸420万円で合意、12月7日入団した。しかし、3年間で1軍出場はなく、2軍でも3年間で通算91試合出場、打率、179といった成績で、2018年シーズン終了後に戦力外となった。 広島対談後は一般企業就職予定としていた。2020年2月学生野球資格回復が認定されたことが明らかになった。打撃フォーム、ありがとうございます。